はい、ということですね、今日はちょっとすごいね、適当な動画です。適当な動画です、ほんとこれ。これはですね、何かっていうと、今回はちょっとね、ある記事を見つけてしまったんですよ。ちょっとね、不幸にも見つけてしまったとね。これはどんな記事かっていうと、なんかね、すごいんですよ、これ。なんかですね、あまりにもちょっと嘘すぎて、逆にですね、こんな嘘の記事を作るんだと思って、ちょっと紹介したくなったんですよ。そういった動画です、今日。だからくだんないんですけれどもね、ちょっとくだんないんです。はい、じゃあこれですね、タイトルなんですけれども、日本人の 83% 漢方診療のため韓国訪問する医師あるまあこれで終わりでもいいんですけれどもね、まあ、せっかくだからちょっと中見ていきましょう。どういうことかっていうね、ちょっとこれ漢方診療とかもよくわかんないですからね、ちょっと見ていきましょう。日本人の10人に8人は漢方医の診療を受けるため韓国を訪問する医師があることがわかったと。これです。ちょっと耳だけでね、ちょ、音だけで聞いてる人のためにちょっと説明しますけれども、これね、漢方医って言いましたけれども、これね、韓国の漢に方向の方に医なんですよ。だから僕らが知ってるね、こう漢方薬とかじゃないんですよ。僕らが知ってる漢方薬ってね、こう漢字の漢じゃないですか。でもこのね、ここに書いてる漢ってのはこれ、韓国の漢ですから、その漢方医の診療を受けるためにね、だからですね、なんかこう日本の人がですね、日本人の大勢がですね、この漢方医っていうのを受けるためにね、韓国に来る医師があるってね、そういったことを言ってるニュースなんですよ。ちょっとした具体的に話していきますね。釜山大学漢医学専門大学院は14日、日本人1500人を対象に実施したアンケート調査で、回答者の 83% が漢方医診療を受けるため、韓国を訪問する意向があると答えたと明らかにした。っていうかですね、これそもそもですね、僕はですよ、これね、漢方医診療、てかね、漢方医ってその言葉自体ちょっと初めて聞いたんですけれども、でもこれですよ、なんか8割ぐらいの人がですね、なんか行きたいって言ってるって言うんですけれども、っていうか、ほとんどの人知らなくないですか？皆さん知ってます？だから知ってる人の時点でこう8割以上とかありえないと思うんですけれども、知ってる人が8割以上ねいないんだから、これね、だからですね、行きたいって答える人が8割超えることってないと思うんですけれどもね、ちょっと続けますね。韓国の漢方医の診療を直接経験したいためという回答が 63.1% で最も多く、韓国の漢医学が日本の漢方医学より専門的なためが 30.3% となったっていう書いてある、まあそう言ってますけれどもね。だからこれですね、この、ここで出てくる漢医学っていうと、日本の漢方に近いものってことですね。だからこれ言ったらですよ、中国から来てると思うんですけど、漢方ってね。これだから韓国ではこう、漢方って言わせるんですよ。漢医学って言ってるってことですね、多分ね。だからですね、これなんか、ちょっとこう、韓国のものにしてそうですよね。僕はちょっと勝手に思っただけですけれども。ちょっと続けますね、続けます。回答者は、訪問時に最優先で考慮する事項について、だからですね、こう、漢方医を求めて韓国に来た際ですよね。何をこう気にするかっていうね、そういった事項ですけれども、こんなこと書いてありますね。通訳など円滑なコミュニケーション 27.1% を上げ、海外診療訪問時に外国人とのコミュニケーションがとても重要な考慮事項であることを示した。はい、次。続けて、治療内容 21.1%。医療機関または医療関係者の専門性 18.4%。治療費用18.4% なども優先的に考慮すると考えた。でですよ、こう日本からね、行きたいって言ってる人、まあ本当にいるかわかんないですよ。いるかわかんないですけれどもね、これ何を求めていくかっていうと、だから何の治療ですけれどもね、これはこう書いてありました。診療を希望する分野、複数回答では、全体の 70% が体質相談を挙げ、体質医学関連分野が日本人が最も診療に希望する分野に選ばれた。続けて、アンチエイジング、ダイエット、スキンケア、女性疾患に対する診療需要も高いことが分かった。でですね、今回のアンケート調査をやった、これ、研究者って書いてありますけれども、これね、釜山大学漢医学専門大学院のイ・サンジェ教授ですけれども、こう言ってますね。今回の調査を通じて、漢方診療を目的に、韓国訪問を希望する日本人の需要がとても高いことを確認した。すいません。すいません。ほんとすいません。続けますね。しばしば止まっちゃいそうになるんですよ、これね。続けます。これをもとに、日本人のニーズに合う多様な形態の特別プログラムを開発し、漢方医療機関を支援する計画と話した。ということで、これですね。昔僕はちょっとテレビで見た。あ、今テレビないんですけれども、昔ね、ほんと昔ですけどもね、テレビ持ってた頃に見たね、番組を思い出しました。どんな番組だったかっていうと、これね、ピザのランキングだったんですよ。なんか情報番組かなんかだったんでしょうね。そこでこう、人気のピザランキングってなって、その第1位がですよ、キムチピザだったんですよ。わかります？これ。キムチのピザがですね、一番人気ってね、そういったね、ランキングがあったんですよ。それ見て僕はね、まだすごい若かったですけれども、絶対嘘だろうと思って、何か感じたんですよ。絶対これなんか動いてるなと思ってね。まあ単純にこれ韓国からね、お金もらってるんでしょうね、その番組とかね、そのテレビ局っていうのはね。あ、ちなみにですね、そのテレビ局っていうと、まあ、フジテレビでした。だからその頃からすごい嫌われ始めたんですよね、フジテレビって。なんかですね、抗議運動とかね、始まった頃でした。すごい昔なんですけれども。
だからですね、そんな昔の記憶をちょっと呼び起こすみたいなね、それぐらいちょっとすごい記事だなと思ったんですよ。ほんとすごい記事だなとかね。これですね、プサン大学ってありましたけれども、これまあすごいいい大学ってわけじゃないですけれどもね、まあまあいい側の大学だと思うんですけれどもね。でもですね、今日聞いてもらったようにね、その大学の教授がですよ、こんなすごいこと言ってるんですから、びっくりしますよね。どんな風に調査したんだって話ですよね。すごいなとね。だからですね、ちょっともう捏造を通り越して、あまりにもちょっとバカバカしいなと思ってね、ちょっと紹介したくなったんですよ。ということでちょっとね、これ紹介したのがですよ、これ。他の人どう思ってるんだなと思って、すごい気になったのがですよ、これ。やっぱニュースについてるコメントですよね。今日ちょっとこれを紹介したいんですよ。あまりにもすごすぎてね、ちょっと紹介したいし、やっぱりね、これね。みんななんて思ってるんだって、このニュースについてね。ニュースなのかなちょっとわかんないですけれどもね。ちょっとですね、怖いもの見たさですよね。ちょっとですね、早速紹介していきます。これですね、ちょっといつもよりたくさん紹介するんでね、パパッといきますね。なんという嘘くさい話だ。医療に関して韓国に行こうと思う日本人なんて、皆無に近いだろうに。ケラケラケラ。まあだからですね、美容整形とかわかりますよ。でもこれ違うでしょうからね。僕もそう思います。行かないでしょうってね。はい、次。何を妄想してるの？日本では漢方薬といって、中国から伝わった薬としての位置づけですよ。そもそも漢方薬なんて分類はない。これですね、漢字で書くと、韓国の漢に方向の方に薬ね。そんな漢方医なんて分類はないと、日本にはね。だみんな知らないでしょってこと言ってると思うんですけれども。そしてですね、なんとか歴史を上塗りしようと必死ですね。って書いてありますね。はい、次です。漢方はてなはてなはてな。だこれもですね、韓国の漢に方向ですね。漢方はてなはてなはてな。漢方なら知ってますが、だから漢字の漢のね、方向。こっちなら知ってますが、てんてんてん。宗主国様が本物でしょ？あ、トンスル漢方か。受けに行くやついないでしょう。もしくは調査対象が在日でしょう。はい、次。誰に聞いたんだ？はてな。そもそも漢方という存在自体、日本人の 99.9% 知らん。漢方になりすまして、恥ずかしくないのかね。はい、次。漢方は知っていても、漢方を知っている日本人はゼロに近い。この記事を見れば、韓国では日常的に嘘が飛び交っているのがわかる。韓国の対日感は、嘘で固まっている暴衝だ。慰安婦や徴用工や、竹島領有も、誰かが言った嘘を韓国人が信じたものだ。反日種族主義を読めばわかる。はい、次。なんでレベル下げてまで行く必要があるの？はい、次。日本人1000人に、漢方診療を受けたいですかって質問したら、1000人が、は、何ですかそれって答えるだろう。なんでこんな捏造記事を書く必要があるの？理解に苦しむわ。はい、次。こんな数値は、日頃朝日新聞の持参記事に洗脳され、自国が世界で最高と思っている韓国人でさえ、信じないだろう。たく、バカじゃないの？はい、次。フェイクニュース発見。それだけ書いてありますね。はい、次。ものすごい嘘だな。いや、ほんとそう思いますよね。漢方って知ってますか？で、普通にアンケート取ったら、99.9% 知らんってなると思うんだが。はい、次。新大久保、もしくは鶴橋で聞いたのかな？漢方医診療なんて言葉は初めて聞いたよ。はい、次。日本に渡った中国医学を漢方と言うんだろ？韓国に渡った中国医療も漢方なのに、韓国では漢方にしちゃったのか。一種のパクリではあるな。私のチームに同じ質問をしたら、漢方って何？が 100% だったよ。多分なんか職場かなんかの人が聞いたんでしょうね。ちょっと、あまりにも気になりすぎたんでしょうね。僕と同じでね。はい、次。なんだこのフェイクニュース。本当は、新大久保の韓国料理屋で、在日の6人に聞いたのだろう。5人がイエスと言ったら 83% だよ。はい、次。吹いた。吹いただけ書いてありましたね。もうだからですね、言うこともないってことですね。はい、次。本当の質問は、新大久保にいる若い女性たちに、美容整形のために韓国を訪問する意思はありますか？だろう。だからね、これだったらちょっと納得なんですよね。はい、最後。てっきり、日本人はクリスマスにしか鶏肉を食べないとか書いてた元朝日新聞の記者の記事かと思った。そんな記事確かありましたよ、昔ね。しかし、こんな韓国人が見ても明らかに嘘だと思う記事をなぜ載せるかね。ネタ切れで、反日記事ノルマが達成できず、急遽でっち上げの記事を提出したら掲載されてしまい、書いた本人が一番驚いてる？はてな。まあ以上です。すごい長かったですけれどもね、いっぱい紹介したかったんですよ。はい、ということでね、オチも何もないんですけれどもね。いや、ちょっとほんとすいません。なんかね、ちょっとね、この記事読んでね、ちょっとあまりにもびっくりしてですね、なんかちょっと変にテンション上がっちゃってですね、ついちょっとね、うっかりね、ちょっと動画にしてしまいました。ちょっとね、うっかりとね。だからですね、ちょっと稀に見る記事だなと思ったんですよ。すごいなとね。なんかですね、フェイクニュースってね、一言だけコメントつけてる人いましたよね。まさにってちょっと思っちゃいましたもんね。すごいなと。はい、ということでね、本当に今日これだけなんですけれども、以上です。